けど、最近調子いいみたいだね。うん、いいよ。ちょうど今日バイト休みなんだ。あ、なんか用？なんで？なんでいきなりそんなの教えなきゃいけないの？ちょっと慣れ慣れしすぎない？やっぱりうち買いかぶりすぎてるんかな。なんたって夏しか見れへんのやからな。やっぱり思った通り楽しかったな。しかしょ、そやけどもうちょっと前の方で見たかったわ。ほっ、ノリエナさすがやね。うちお腹すいてしもたわ。ちょっとなんか食べていかへん？うん、それでええよ。早行こ。喉がカラカラやわ。なんでもええから冷たいもん飲みたいな。なんや、この店カップルばっかりやな。こうして二人でいるとうちらも恋人同士に見えるんかな。なんてな、そんなわけないやろ。まあ、あんたにやったら教えてもええかな。いつでもお気軽にかけてきてや。うちのお誕生日6月8日やで。むちゃくちゃ優しい千歳ちゃんって覚えといてな。プレゼント待ってるで。留学とかできたらええかなってちょっと思ってたんや。ほな、そろそろ帰ろか。今日はめっちゃおもろかったな。そういや、うち寄るとこあるんやった。ほな、またな。バイバイ。
ごめん、遅くなっちゃった。なんだ、へえ、なんかわかんないけど、そういう格好もいいね。ねえねえ、どこ行くの？ニコゴリ君、知ってるの？ここのジャンク屋、マニアの間で有名なの。へえ、知ってるんだ。やっぱりここに来ると落ち着く。へえ、そう思うんだ。見直しちゃった。ねえねえ、まだちょっと時間あるし、どこか寄っていこうよ。やったー、行こう行こう。えへへ、ここ一緒に来るの初めてだね。なんか照れるな。なんか照れるな。今回ちょっと英語自信ないんだ。ああ、じいちゃんはいいよね、英語得意で。私、そろそろ帰らなくっちゃ。ああ、時間が経つの早いな。すっごく楽しかったね。新しい研究のアイディア思いついちゃった。じゃあ私、帰って実験するから。じゃあね。いいかしら。ええ、そういえばここのところ芸術センスが良くなったみたいですわね。もしよろしかったら一緒に帰りません？ええ、行きましょう。テスト問題を解くにも才能やセンスって役立つと思いますわ。演劇と通じるものがありますもの。何かしら。
残念ですわ。その日はどうしても無理ですの。せっかく誘ってくださったのに本当にごめんなさい。